はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、最近うちのスタジオに、お勉強に来てくれてるひまわりちゃんをずったずったに、切ってみようという、そういう企画でございます。彼女はアマチュアで OL のシンガーなんですけれども、歌が上手くなりたいということで、うちのスタジオに来てくれましてですね、なかなかいいセンスしてるんですけれども、まあ、いろいろ課題もありまして、今絶賛武装中ということでね、武装計画みたいな名前もつけまして、一生懸命勉強している最中でございます。ということで、まずは曲の方から聴いていただいて、この画面にあるソフトはメロダインという音程を分析したりするソフトでして、音程やあとビブラート、声の上がっていき方、しゃくり、そんなものが見えるんですが、ちょっとこれを一緒に皆さんと見ながらですね、彼女を切っていきたいと思います。では、365日の紙飛行機です。ってなわけなんですが、彼女の歌の特徴というのはね、一つはビブラートの振り幅が案外大きいということですね。ちょっと一つ一つ見ていきましょう。はい、こんな感じでですね、かなり、後からのビブラートがこう降ってくるんですね。そして音程が一定しているところがほとんど少ない。一つの音の中でもこう当たったり、いわゆる中央の音程まで到達したり、もちろんそこを超えることもあるんですが、正直音程がいい方ではないです。でもですね、そんなに音程悪く聞こえないんですよね。そして多いのはこんな感じのしゃくりですね。下からギュ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 ッとこう上がってきて、しゃくるという、こういうのも彼女の特徴ですね。もう音程が止まってるところがほとんどないんですね。これ幅を広げたとしてもですね、こうやって、下からしゃくって、もうある一定に到達したらすぐ下がるというね、これあるようで珍しいんですよ。このぐらいですね、まあそうですね、一般の方は
こういう音程、今こうグリグリしているところの音程は案外多いんですが、なかなかですね絶えず動いているというのは少なくって、それとまあ、若干 のちょっと音程の修正はしたんですけれども、言葉尻がもうこうやってギューンとこう下がっていくんですね。まあ、歌い話してで、こう感情をギュッと入れた後はスッと抜くというか、タータこんな感じですね。そしてまあしゃくるところはスケールの外の音、これね、灰色になっているところは、このキー、G ですね、 G メジャー、はい、 G メジャーのスケールじゃないところからもしゃくりますね、はい。そして、こうやって案外多いのが少しフラットのままの場所も随分多いですし、先ほども言いましたように思いっきりしゃくってですね、で、こうなんか声が泣くような、そういうようなキュッと泣くような反省はこういうところですねに現れます。でも何せ、ビブラートの振り幅がいつもこう大きいんですね。そして短いトーンのところにも絶えずこうやって、ビブラートがかかっていると。で、ね、これもそうですね、案外綺麗な均一な波ですね、はい。ここらが歌がうまく聞こえる秘訣ではないかなと。僕も長いことですね、こういうことをやってますもので、歌の上手な人の特徴ですね、それといいことばっかり言っててもあれなんですが、こういうこの綺麗じゃないビブラートのところありますね、これね。これまあどっちかというとこういう表現はするのかどうか分かりませんが、ちりめんビブラートというか、ちょっと小刻みに揺れすぎて、こういうところはあんまりいい感じがしません。がちょっと震えすぎですね。まあこういうところもあったり しながら、あとはこういうところね、これ今は、コンピューターはね、なんか1、2音みたいになってますが、これ本当はここじゃないんですね。ここでちょっと言葉は切れててこういう感じですね、これね、下から言ってるんですが、であとはこのもう極端なしゃくってるところどうかちょっと聞いてみましょうか。私がもう一人、もうこういう、ところですね。これがちょっとこう優しく、艶っぽい、声の発声になっていると思います。はい。ちょっと点でフラットが案外たくさんありますね。これなんかも音程が定まらないようなとこなんですが、これあえてこう直してないんです。これ最後仕上げに発表したそのものなんですが、直さなくても気にならない。例えばこれなんかもビブラート振ってますが、中央で言えばかなりもう隣に行くほどのフラットで、本当はここらに行きたいんですが、でもこのフラット感が彼女の歌の特徴になっていると、こういう感じで、いろいろですね分析しながら、次の作戦を立てている、村長とひまわりさんなんですが、こうやってですね、今後も皆さんにですね、彼女の
良さとそして課題をギッタギッタに切りながら、丸裸にして、皆さんに、公開していきたいと思っております。ということで、今日はひまわりちゃんの365日の紙飛行機を解説してみました。村長でした。